デデデーキロルスイーツマカベチャンネル。おはようございます。どうもおはよう。今日は俺に変化したことがないですかって話だよね。変化？変化ない。俺見てなんかちょっと顔が凛々しく。まあそれは昔からなんだけどね。わかる？眉毛いじりました。いや眉毛いじったんじゃねえのよ。あれ眉毛なんか変わってません？眉毛生まれ眉毛俺生まれ持ってこれよ。バカ野郎お前。どう？なんか眉毛描きました。描いたんじゃねえのよこれ。眉毛アートなのよ。眉毛アート。そうなのよ。どうしたんですか急に？これね、俺がずっと前からさ眉毛すげえ薄かったのよ。あ、生まれ持ってずっと薄くてさ、いつもさあのほら何テレビのさ仕事ある時さあのとりあえず何もやらない眉毛だけ一番最初に描かれるっていう、いつもそれ毎回お決まりだったの。あ、それが嫌だったんですか？嫌なんじゃない。いや、メイクのこの眉毛でずっといたらいいなってことはずっと思ってたの。あ、そのめんどくさいから。そう。あ、メイクするといい、かっこよくなってたから。そう。テレビね出させてもらう時はこういう感じだったの、うん、だからいいなと思ったの、ずっと。そしたらたまたまさ、その眉アートっていうのがあってさ、この眉アートどうなのと思ってさ、うん、やったのよ。そしたらさこんな感じ。どう？え、すごいっすね。でもいいだろう、これめっちゃかっこいいっすよ。いいだろう、うん、だからこれ俺前からさ本当にこの眉毛が薄いのがさすげえコンプレックスだったのね。だからなこれ全部、うん、じゃあ、なんていうか、うん、アウトメイクだ。どういう風な施術をするんですか？それ施術するときはね、俺ほとんどあの寝てんのよ。だからあのここにさあのほら何こうなんか白いクリームでさちょっとしたその麻酔的な軽くやってもらうんだよね、あ、うん、じゃあちょっと痛いんですね普通にやって。多分普通にやったら痛いと思う。だからそれやってこうやってこうやって寝転がってこう寝てんだけどさ、パッと起きるとこんな感じになってる。どのくらいで終わるんですかね？いや、ものの30分とかそんなもんじゃない？うん、キリッとはなるよねやっぱりね、うん、やってなんか変わりました？反応はとりあえずみんながえって感じで俺見るんだけどさ、でもあたかも普通にも見えるみたいでさ、あのほら初対面の人だって俺の顔分かんねえじゃん。甘かべとおきだったら分かるけどさ、あ、こんな眉毛してたんだろうなってみんな思うんだろうねきっとね。あれって言って二度見とかしてさ俺のことだ。海はねでも二度見してた俺のことパッて。でもほら俺先輩だからさ、あいつやっぱ言えねえんだよね。やっぱな、あのおっかねえじゃん、あの先輩にさ、あれマイク入れたんすかなんてさ、そんなこと言えねえじゃんか。だからこうあれってじっと見てるから、あ、お前ってお前何見てんだよって言ったらさ、いや、あの何でもないですって言うから、お前俺の眉毛見たんじゃねえのかこの野郎ったら、そしたらニコって笑ってたからさ、え、なんすかって言ったら、ちょっと眉アートな、俺前ほら薄かったやんかって話になって、でこうやって入れたらさ、それは気分はいいよね、うん。プライベートで何かありました？プライベートでは何もないよね、悲しいかな、うん。ただうちの母ちゃんも入れてたね。眉アート。あ、うん、結構昔。そう昔ね、あのなんか入れたらしくてさ、うん、あの女の人が書いても書かなくてもいい感じで、うん、楽みたいだよね言ってたの。それにちなみにこの角度こうしてくれとか、そういうのこうオーダーできるんですか？アートメイクやってる人にあの言って、あのこうやってくれとかっていうのは、あのほら何色濃くしてくれとか、そういうことだよね。え、カタログみたいなの見せられるとか？うん、あのこんな感じでどうですかっていうふうにあの 下書きしてくれるのよ。なるほど。でどうですかって鏡見て、あ、これいいんじゃないですかって言ってさ、じゃあお願いしますってお願いします。じゃあもともとの、うん、このちょっと生えてる部分に足した感じなんですかね？そうだね、そう、うん、そういうことつなげちゃうよ。なんつったお前。何がつなげちゃうよお前。あーじゃねえんだよお前。てめえ今撮影してんだよお前。撮影してる時ふざけたこと言うんじゃない。え、いや、できるけどやらないよね絶対。ここつながってイエイなんつって、ホゲー、誰がホゲーやねん。ホゲーじゃねえのなんだホゲーって、やめろお前たち。印象変わりましたよね。変わったでしょ。濃いですな、顔が。え、顔が濃くなりました。確かに顔が濃くなった。なんかちょっと色っぽくなりました顔が。あら、そう。え、そういうことじゃねえの。え、どういうこと、良くなったってこと？色っぽくなりました顔。あ、やっぱ、うん、濃くなった。だから濃いとか、濃いセクシーか、セクシー。あ、ならいいわ。アートメイク、うん、そうまあだからこれでねちょっとだけこう自信が持ってたのかなと思うよね。うん、いつも眉毛薄かったからさちょっとなんかな
インパクトはねえじゃん。じゃあその眉毛で最後。え？新規抱負を。はい、新規一点、真壁刀義、試合もテレビの方も頑張らせていただきます。やります。何これ、だから何なのこれ。